い、今回はコペンの必需品、腰痛軽減アイテム。まあ、私の場合は特に、高校生ぐらいの時からもう腰痛持ちで、まあ、コペンを運転していると、まあ、30分ぐらいでもう腰が痛くなって、まあ、一回腰痛くなっちゃうと2、3日ずっともう腰が痛い状態が続いちゃうので、本当腰痛には気をつけてるんですけど、まあ、コペンは特に、腰が痛くなっちゃいます。まあ、これ結構人によると思うんですけど、僕の他にも、腰痛持ちでコペンで腰が痛くなるっていう方は、ネットとか見ると、まあ、結構いらっしゃるみたいです。で、僕の場合は、まあ、コペンに限らず普通に床とか椅子とかに30分ぐらい普通に何もなしで座ってると、まあ、腰が痛くなっちゃうぐらい、まあ、慢性的に腰痛持ちです。で、まあ、コペンを買う前からそうだったんですけど、下に座骨クッションっていうものを、敷いて運転をしています。それがこちらです。コペン狭いから全体像が映んないんですけど、こういう座骨クッションって Amazon とかで座骨クッションって、検索すれば出てくるんですけど、これをこれ低反発なんです。低反発の座骨クッション、これをお尻に敷くとかなり、まあ、腰痛が出ないぐらい、僕としてはかなりの大ヒット商品でございます。で、僕はその20年以上もう腰痛持ちなので、骨盤ベルトとか、なんか腰痛ベルトとか、その腰痛に効くっていうアイテムは、まあ、安いものから高いものまでいろんな種類試してやってるんですけど、まあ、一番効果的なのはこれですね。この座骨クッション、これをお尻の下に敷くだけでなかなか腰痛にならないっていう、本当にこれめちゃくちゃ僕はハマってて、今これを使っている状態です。これがすごく、僕の腰痛には有効なので、まあ、たくさん所有しています。例えば、うちはキャンピングカー、コペン、シエンタって3台あるんですけど、まあ、3台に1台1個ずつ置いてます。まあ、この1個をこう最初は1個を持ち歩いてたんですけど、かなりめんどくさいので、まあ、1個ずつ置いとこうと思って、まあ、車には3台置いてて、あと自宅の各部屋に3つ置いてまして、あと事務所にも1個置いてますし、キャンピングカーには3つぐらい置いてるので、かなり、これをたくさん持っています。数で言えば9個、いつの間にか9個になってるんですけど、それが、1,2,3,4,5,6,7,8、 はい、ここにあるだけで8個、まあ、あと1個あるんですけど9個、もういつの間にか9個も溜まってしまいました。で、これが、低反発で、高反発っていうのもあって、これは高反発ですね。反発がこう強めのやつで、コペンの場合はこれを、敷くと、僕は身長が177センチぐらいなんですけど、これ敷くとやっぱり座高が高くなってしまうので、オープンだったらいいんですけど、オープンじゃなかった場合、オープンじゃない場合は、これを下に敷くと、よいしょ、この下に敷くとこうやってかなり、今ちょっとこう当たってるんですけど、こう当たりますね、こう屋根に当たって、座高が高くなって屋根に当たってしまうので、高反発よりは低反発の方がいいです。ちょっと前の動画にいただいたコメントで、まあ、私は腰痛持ちではないんですけど、150センチ台で小柄なので、ちょっと下に敷くいいクッションを探しているので、その商品の詳細教えてもらえませんかっていうコメントをいただいたんですけど、まあ、ちょっと座高を上げるっていう意味で言えば低反発ではなくて高反発のものを使った方がいいと思います。多分これは、まあ、座骨クッションなので、まあ、座高を上げるだけじゃなくて、まあ、腰痛持ちの人じゃなくても、腰痛になりにくいっていうことで、すごくいい商品だとは思います。僕はこれがないと、
これが死活問題なので、どっか外出してホテルに泊まるときとか、昔だったら飲み会とかでもこれを常に持ち歩いていました。バッグに入れるので、高反発だとちっちゃくならないんですよ。ちっちゃくならないっていうか、かさばったままなんですけど、低反発のものはこうやってちっちゃくできるので、これで紐で結んで持ち歩くことができます。リュックとかに入れて持ち歩くことができます。黒が今6個あって、黒以外のものがこれ、この奇抜な色が3つあるんですけど、これなんで奇抜な色にしてるかっていうと、これ結構忘れるんですよ。黒だと、もう部屋と同化するので、ホテルに泊まりに行って、まあホテルの椅子とかに敷くじゃないですか。で、使ってるじゃないですか。で、チェックアウトの時に、そのまま忘れて帰ってくるっていうのが、非常に多くて、で、これはどうしたもんかと思って、こういう奇抜な色にすると忘れないっす。これが必ず目につくので、もう色が奇抜で、なので、外で持ち歩くときは、黒ではなくて、この奇抜な色のものを僕は持ち歩くようにしてます。そうすることによって、なくすことがない。まあ、ただ、今僕これ9個持ってるんですけど、なんで 9個あるかっていうと、結構そのホテルとかで忘れていって、ないと困るので、まあ買います。で、買った後に、また同じホテルに泊まりに行ったりとか、そのホテルの前を通った時にちょっと寄って聞いてみようかなと思って聞いてみたら、あって回収ができたっていうので、どんどん増えていったっていうところもあるんですけど、まあ、一番面白いのは台湾、沖縄県は、台湾がものすごく近くて、今はコロナで行けないんですけど、沖縄から福岡まで飛行機で多分1時間半ぐらいだと思うんですけど、沖縄から台湾までは飛行機で1時間しないぐらいです。なので、本州に行くより台湾に行った方が近いし安いので、よくしょっちゅう、台湾に遊びに行っていました。毎回1週間ぐらい行くんですけど、それで1年に3、4回は行ってるっていうのが数年続いた形なんですけど、その時に台湾にももちろんこれを持って行って、まあ黒いやつを持って行って忘れましたと。で、次に台湾、数ヶ月後に台湾行った時に、まあ同じホテルに行ったら、会って、それで回収ができたっていう。結構、外国でも回収が可能だったっていうのは、なんか自分の中では面白いなと思うんですけど。まあ、どれも、似たような、もう形状いっぱいいろんなものをやってるんですけど、低反発も高反発も、どの形状も、でも一緒です。これを敷いてると、全然、敷いてないのと比べて、腰痛にはならないので、本当コペンに乗ってる方で、腰痛に困っている方は、これを敷けば、長距離ドライブも、余裕になります。で、最近ですね、ちょっと前にちょっとこの座骨クッションが流行って、これがもう5年前、5、6年前とかに流行って、で、2、3年前ぐらいからは、こういうクッションが流行ったんですよね。もうちょい薄めの、中が、こういう感じになってるやつ。見たことないですか？これ。こっちの方が流行って、で、こっちの方が薄いですし、かさばらないので、持ち歩きも楽ですし、まあ、こっちでいいやと思って、僕、ちょっとこれだと、コペンでも、今これコペン敷いても、いやね、こう当たらないんで、ここ。やっぱり普通に、この座骨クッションよりは、高さが出てないので、これで腰痛にならないんだったら、こっちの方がいいなと思って、こっちを購入してみたんですけど、こっちだと、腰痛になります。まあ、2時間超えるともうきついっすね。何もなければ30分ぐらいでも腰痛になるんですけど、こっちを敷くと、2時間ぐらいは持つんですけど、それ以上はやっぱりもう腰痛になってしまうので、一番のベストは、こっちの座骨クッション。4000円ぐらい、3、4000円ぐらいで買えれば
いいんではないでしょうか。今回は、このコペンの腰痛軽減アイテム、座骨クッションについてのお話でした。